宿毛矯正のトフマニュアルを説明させていただきます。バックはバックボーン付近、フロントは鉢付近を取り分け、上半分をダッカールで留めておきます。残った下半分を4ブロックに分け、ネープから薬を塗布していきます。薬の量はハケにこのくらい取ります。癖をよく確認し、癖の約1センチ先を左手で挟むように持ちます。こうすることで左手を薬で汚すことなく施術をしていけます。スライスは約1センチで取ります。ハケが一番最初についたところに薬が一番よくつくので、数回に分けて薬を塗布していきます。その後なじませるようにコーミング、右手でムラなく伸ばしていきます。キューティクルのダメージを防ぐため、薬がついてから5秒以内にコーミング、できるだけ回数は1回で抑えるようにします。指でなじませる際も根元から毛先に向けてのみ力を入れ、逆はキューティクルを損傷するので行いません。左バックが終われば右バックへ移っていきます。またネープから順に塗っていきます。バックが終われば右サイドに移っていきます。サイドも同じく揉み上げから塗布していきます。こうすることで伸びにくいネープ、揉み上げから薬を塗布することができます。右が終われば左に移っていきます。薬の量が適正であれば、コーミングや手でなじませる際に薬がオーバーラップすることもありません。これで下半分終了です。止めていた部分をほどき、上半分も同じようにバックから塗布していきます。
これで1液の塗布が完了です。今回のモデルさんは10ヶ月程度のリタッチで10センチほど根元が伸びていましたが、薬の量は 95g で塗布することができています。また時間は17分で塗布していますので、そちらも目安にしていただければと思います。最終的に顔周りなどのチェックをして終了です。必要に応じて加温処理を行い、毛先が必要な場合は毛先も塗布していきます。カラーの毛先と同じように薄くスライスを取り、少量の薬をハケにつけて少しずつ塗布していきます。軟化が完了したら、今までと同様に中間水栓、ドライ、アイロンを行い荷材へ移っていきます。荷材もカラーと同様に薄くスライスを取り、お薬を塗布していきます。使用量の目安は約 50g から 60g、リタッチの幅に応じて変えてください。毛先も同様にカラーと同じように塗布していきます。少量を数回に分けて塗布し、薬を節約して塗布していきましょう。従来の薬の使用量の半分以下で施術しましたが、今までと一切変わりのない仕上がりとなっています。伸びにくいと言われるもみあげ、鉢回り、ネープなども一切伸ばし残しはありません。薬の塗り残しがなく、軟化がしっかりと完了していれば、このように今までと変わらない仕上がりとなります。